こんにちは、まめこです。今日は100均で購入した商品を使って、日頃ちょっと使いにくいなって感じている不便さを解消していきたいと思います。調べられる限り、セリア、ダイソー、キャンドゥのどの店舗で取り扱っているのか掲載しているんですけど、店舗の規模や時期によっては取り扱っていないこともあると思うので、そこはあくまでも参考情報として見ていただけたらなと思います。では早速スタート。まずは冷蔵庫の使いにくさを解消するためのグッズからご紹介します。最初に何とかしたいのがマヨネーズ置き場です。こちらはマヨケチャホルダーというものです。セリアの商品なんですけど、キャンドゥでも購入することができました。高さ 5.8cm、 幅 4.6cm、 奥行き 6cm です。筒状になっていて、ドアポケットに引っ掛けられる作りになっています。商品説明には 200〜500g のチューブで使えると記載されていました。100均で購入できるチューブスタンドは今までもあったんですけど、このコンパクトさが魅力ですね。こちら商品のパッケージです。裏側に使えるドアポケットのサイズが記載されているので、購入前にポケットの深さや厚さを確認してみてください。こちらは 300g のチューブです。こちらが 400g のチューブ。現在はこんな感じで、大きい方のマヨネーズだけこのスタンドに立ててるんですけど、このスタンド自体が大きくて他のものが取りにくくなってます。これを今回購入したマヨケチャホルダーに変えました。これはかなりスッキリしますね。このドアポケットでもう一つ使いたいアイテムがあるので、そちらをご紹介します。バスケット用仕切り M サイズです。こちらはセリア、ダイソー、キャンドゥで購入することができます。同じシリーズにドアポケット用仕切りっていうものもあるんですけど、少し深めのドアポケットで使うとなると、このバスケット用の仕切りが良さそうだなと思って購入しました。こちらは商品パッケージに使用可能な場所のサイズが書いてあるので、購入前に確認してみてください。先ほどマヨネーズ置き場を改善したことで、これまで明太マヨとケチャップを入れていた容器がケチャップだけになってしまったので、こちらを小さめのチューブ入れにしたいと思います。ケチャップは逆さにしたくないので、このままドアポケットに入れるんですけど、このままだと開け閉めした時に倒れてしまうので、先ほどの仕切りをこんな感じでセットします。我が家のだとポケットの側面がちょっとカーブしてるんですけど、設置することができました。次は冷蔵庫上段の使いにくさを改善していきます。こちらはキッチン用ラベルテープピッタペッタというダイソーの商品です。グレーと白を購入したんですけど、こちらはセット販売ではなく別売りになります。手で簡単に切ることができて、冷凍庫でも OK な文字が書けるテープです。これまで普通のマステを使ってたんですけど、冷凍庫に入れると剥がれてしまうことがあって、それがストレスだったんですが、こちら手で切ってみると気持ちいい感じに綺麗に切れます。あとは粘着力が強くてしっかり貼れそうです。こちらキッチン用ラベルテープなんですが、ダイソーにはカビ汚れ防止テープっていうものがあって、それとは別物なのでご注意ください。こんな感じで貼って書き込むことができます。書いてすぐも文字がにじまないですね。ラベルとしてだけでなく粘着力があるので、こういった袋止めにも使うことができます。次にこちらはダイソー商品のハンドルキーパー 450ml サイズです。こちら掲載の通り食洗機やレンジなどの使用はできません。蓋にハンドルがついていることで力が入れやすくて、開け閉めが楽なのがいいですね。こちらサイズの表記がなかったので測ってみたところ、蓋をした時の高さが約 16cm、 最大の直径が約 7.5cm でした。これで何を改善したいかっていうと、この半年ほどなんですけど、冷蔵庫上段に居座っているこの吉田ソースグルメのタレが
美味しいんですけど、サイズが本当に大きくて、ここしか入れる場所がなくって、後ろのものを取るときにこうずらさないと取れないのがすごく面倒だったんですよ。なのでこのソースを先ほどの瓶に移し替えていきます。ラベルテープで賞味期限もしっかり書いておきました。この瓶をしまう前にもう一つご紹介しておきます。冷凍庫用フリーザースタンドです。こちらはセリア、キャンドゥで購入することができる商品です。こちらの特徴は幅を自由に変えることができるっていう点です。 16.5 センチから最大で26センチまで広げることができます。このサイズを変えることができるっていうのがすごく便利なんですけど、広げた時にちょっとそこの部分が弱い感じがしてしまうので、そこは注意して使う必要があります。今回はペットボトルを重ねておくためのスタンドとして使おうと思います。こんな感じで1段目に合わせてサイズを調整したら、上の段にもペットボトルを置くことができます。3本置くこともできるし、サイズを変えれば2本ずつも置けます。最大まで広げてみたんですけど、4本は難しかったですね。はい、でずっとペットボトルはこの上段に横置きするか、場所がないときは縦置きで、さっきの吉田ソースみたいな置き方をしてたんですけど、やっぱり使いづらくって、これを先ほどのスタンドで2本ずつ2段で置くようにしています。物の位置をずらして先ほどの吉田ソースの置き場所も作りました。次は冷蔵庫の中の細かいものをまとめたいと思います。こちらはダイソーの冷蔵庫収納トレイクリップ型です。冷蔵庫の棚に設置して引き出しのように使えるっていうことで話題のアイテムですね。ただこちらちゃんと引き出しになっているわけではなくて、クリップで挟むだけの作りになってます。同じシリーズに200円の引き出し型があって、そちらは売り切れ続出の人気商品ですね。私が買いに行った店舗でも置いてなかったです。このクリップ型のサイズは高さ6センチ、幅15センチ、奥行き16センチなんですけど、どんなサイズのものが入るのか入れてみたいと思います。こちらキリのクリームチーズ1箱分が縦に収まりました。収まるんですけど、後で実際に設置したとこを見てもらうと分かるんですが、あまり重くなりすぎるとちょっと良くないので、入れてもこのくらいが限度かなって思います。あとはハムやチーズもぴったりなサイズ感ですね。カニカマも入りました。試しに納豆パックを入れてみたんですが、1つしか入らなかったです。では実際に設置してみます。こんな感じで棚に挟み込むだけで小さな引き出しが追加できていいですね。ただ挟み込んでるだけなので、引き出す時に注意が必要なのと、重くなりすぎるとこう下に傾いてくるので、この辺が気になる点かなってところです。次はこちら調味料小袋ポケット、セリア、ダイソーで売られているみたいですが、キャンドゥではちょっと分かりませんでした。これもドアポケットに差し込んで使う収納グッズです。今までもこういう調味料の小袋を収納するポケットってあったんですけど、これは段差があるので後ろの小袋も見やすいっていうのが特徴です。こちらも取り付ける場所のサイズが裏に記載されているので、購入前に確認してみてください。ちょうど調味料の小袋がなくてこれしかなかったんですけど、こんな感じで段差があることで後ろのものも見やすいっていうのはなんとなくわかるかなと思います。こちらをドアポケットの外側に設置して小袋を入れておきたいと思います。ちょっととんかつソースは大きすぎたので、ドアポケットに直接入れておきました。次は冷蔵庫の調味料や缶が衝撃で動いてしまうのを改善したいと思います。今調味料をドアポケットに移動させた時に登場したんですけど、こちらドアポケット用仕切りですね。最初に出てきたバスケット用に比べてかなり小さい仕切りです。小さいですが挟む部分はしっかりとしていて強度があります。最近長さを調節できるタイプも出てるんですけど、さっきのフリーザースタンドと一緒で伸ばすと強度があまり出ないので、そこがネックかなと思って、今回はノーマルな仕切りを購入してみました。こちらはドアポケット用なので、浅めかつ奥行きがあまりないポケットでも使えます。先ほど調味料を置いたドアポケットは深さがないので、この仕切りがぴったりですね。
この下の深さがあるポケットもよくボトルが開け閉めで倒れてしまうので仕切りを設置しています。次にこちらダイソーの缶ストッカーです。以前からダイソーで売られている定番の商品ですね。 350ml の缶が4本収納できるものになっています。これのいいところは缶の形にフィットするので衝撃が加わっても缶が倒れたりずれたりしないっていうことです。今回はこちら2つ購入してきました。こんな感じで持ち手がついているので取り出しやすいのと、横置きだけじゃなくて縦置きできるのが便利な商品です。今現在こちらの100均で購入したケースに缶を入れてるんですけど、4本入ってる時はいいんですが、本数が減ってきたりすると取り出すタイミングで缶が動いたり倒れたりするのがちょっとストレスでした。こんな感じで横置きしてもいいですし、立てて保管しておくこともできます。出し入れの時にガチャガチャ言わないのがすごくいいですし、冷蔵庫にスペースを作りたい時はこのまま野菜室に縦置きで入れちゃえるのがいいですね。あと以前のケースだと横幅がキツキツだったんですけど、少し余裕が生まれて出し入れしやすくなりました。冬じゃなくても手がカサカサするのでってことで、こちらダイソーの袖付きゴム手袋 S サイズです。モノトーンでおしゃれな感じが人気のゴム手袋ですね。以前からオレンジのかなり密着するタイプのゴム手袋を使ってたんですけど、ちょうど穴が開いてしまったのと、あれってかなり密着していて中で蒸れちゃうので、これからの季節ゆったりめのゴム手袋がいいかなと思ってこちらを購入しました。いつもゴム手袋はキッチンの壁のところに吊り下げてるんですが、モノトーンだとかけていても気にならないので気に入ってます。最後に洗面所の使いにくさを解消するアイテム3つを紹介して終わりたいと思います。こちらすごく可愛らしいですよね。ネコピカというスポンジでセリア、キャンドゥで取り扱っている商品です。白と黒がセットで入ってます。普通のスポンジとはちょっと違っていて、ペタコラという名前がついているので想像できるかもしれないんですけど、後ろの部分が粘着する素材になっていて、スポンジを壁とかに貼り付けておくことができます。パッケージはこんな感じで、洗面台や蛇口の水垢にって書いてありますね。今までは自分で作ったアクリルたわしで掃除してたんですけど、ちょっと交換用のやつを作る時間がなくって、市販品で何かいいものがないかなって思ってたら、この可愛らしい猫ちゃんのスポンジを見つけたので購入しました。白と黒っていうモノトーンなのも主張しすぎなくていいかなって思います。使ってみると洗面台全体を掃除するにはちょっと小さいかなとも思うんですけど、猫耳のところがちょうどこう隙間のところにぴったりなので、なかなか使い心地がいいです。こちらはクラウド超吸水スポンジというものです。キャンドゥの商品なんですけど、こちらも雲の形で可愛らしくないですか。私はこの薄いグレーの色味も好きです。こちら触ってみると結構固めの弾力のスポンジなんですけど、名前の通り水をたくさん吸い取ってくれるスポンジで、他の100均でも同じ機能のスポンジは売ってるんですけど、色が微妙だったりすごく大きくて洗面所に置いておける感じではないんですよね。でもこのサイズと可愛らしさならこんな風に置いてもなんかいい感じですよね。実際に水を吸い取ってみたらしっかり吸水してくれるので機能面も大満足でした。今まではタオルで拭いてたので、このスポンジの吸水力は吸い取るのが楽しくなっちゃいますね。こちら最後の商品です。セリア、キャンドゥで売っているステンレス歯磨き粉ホルダーです。吸盤でくっつけるタイプですね。ほんとシンプルな作りで歯磨き粉を浮かせて収納できるグッズになります。
体荷重は 300g で、裏面を見ると使える素材なんかも記載されているので、購入する場合は確認してみてください。今は家族それぞれ1本ずつ専用の歯磨き粉を使ってるんですけど、どうしても息子が歯磨き粉を倒しておいちゃうので、下のトレーが濡れてたりするとベトベトになっちゃうのが気になってました。扉につけた方が手前になって置きやすいかなって思ってやってみたんですが、これ私の歯磨き粉で試してみたところ、細いタイプのは隙間からすぐ落ちちゃうんですよね。うまく置いたとしても、この開け閉めのタイミングでこう衝撃が走ると落ちちゃいます。試しに夫の太めの歯磨き粉でもやってみたんですけど、これ開けたら分かりますかね、ギリギリ耐えてる感じです。でこれ何回かやってたら絶対落ちますよね。でさっきは成功してたんですけど、多分子供用のやつも何回かやってるうちに衝撃で落ちちゃいそうなので、扉ではなくて奥のところに設置しました。こちらを設置してから何日か経ったんですけど、落ちてることもなく、息子が言うにはすごく使いやすいっていうことでした。ちょっと大人用のやつは同じのを使って浮かせるかどうかは今考え中です。こちら鏡の扉に取り付けて使おうって思っている方は、ちょっとその衝撃で落ちやすいので、あんまりその使い方はおすすめできないかなと思います。はい、ということで今回は100均で購入した商品をご紹介しました。少しでも参考になれば嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。